これが、2025年モデルの特別内装色。こんにちは。今回は GTR の R35 の実車を見てきたので、詳細を紹介していきたいと思います。それでは、行きます。Now loading. 今回紹介するのは GTR のプレミアムエディションで、全グレードとしては、最も低価格のグレードになります。とは言っても、車両価格は1500万円を超えてしまいます。国宝と呼びたくなるスーパーカーですね。ちなみに一番ハイグレードなのは、GTR ニスモスペシャルエディションで、車両価格は3000万円を超えます。ボディカラーはアルティメイトメタルシルバーで、内装色に関しては、2025年モデルで新しく追加されたブルーヘブンとなっています。この動画の一番の見どころは、内装色になるかと思います。では、まず、外装から順を追って、紹介していきたいと思います。たまに告知なく、ひっそり変更したりすることがありますが、今回のマイナーチェンジでは、ひっそり変更があるのか楽しみですね。参考までに、告知なくひっそり変更されてたケースは、こちらの動画で紹介しています。まず、バンパー部分から見ていくと、中央にメッキ加工された GTR のエンブレムが配置されていて、大開口グリルが設定されています。2017年の初期モデルにまで遡ると、中央には加色がアクセントとして付けられていて、2025年の最新モデルの方が、グリル開口が大きいことがよくわかると思います。V モーションのような加色がなくなって、個人的にはスッキリした外観になったと思います。ヘッドランプは、スーパーワイドビームヘッドランプで、今、非常点灯表示灯が点灯しています。こちらのランプは方向指示器と非常点灯表示灯のようですね。ヘッドランプに関しては、雷のように稲妻ヘッドライトとも呼ばれ、ヤフーオークションでは、片側16万円ほどします。仮に事故したとしても、壊れてない部品を売れば、結構な金額になりそうですね。よく見ると、ヘッドランプの裏面に凹凸がありますね。ただ光らせるだけでなくて、光の拡散も考慮した光らせ方になっていることがわかります。やはり1000万円を超える車両になると、細かな作り込みを見るのも楽しいですね。そして、こちらは LED のハイパーデイライトですね。初期モデルに比べるとだいぶ形状変わっていますが、こちらの方が洗車はしやすそうだし、初期モデルでも採用していたハニカム模様が、より強調されるデザインになっていますね。そして、この大型ヘッドランプとボディとのつなぎを見てみると、手前のボディを少しくぼませて、ヘッドライトと面をつなげていますね。しかし、フロントグリルが大きいため、中央は少し高さを持たせる必要があり、ボンネットからフロントグリル部分までシームレスに形作られています。つまり何が言いたかったことを言うと、空気抵抗やダウンフォースを意識した結果、ボディ形状が決まり、その残された空間でヘッドランプをデザインしたように見えますね。なので、これほど大きなヘッドランプになってるんじゃないかと推察します。それでタイヤ周りを見ていくと、タイヤ自体は、2024年のモデルと変化はないようで、レイズ製アルミ単造ホイールを採用し、フロント側は20インチのアルミホイールです。クールダーククリアーコートと切削工期をつけています。超高性能ブレーキとして、オレンジ色のブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパーがついていますね。カタカナばかりで少しわかりづらかったと思うので、解説をすると。まず、モノブロックとは、キャリパーを一体成形で作っていることを意味するようです。キャリパーと言ってるのは、このオレンジ色の部品のことで、どの車にもついていますが、基本的には一体成形ではなく、分割されていることが多いです。以前に、こちらの動画でもキャリパーについて紹介しましたが、日産の新型エクストレイルを例にすると、一般的なキャリパーは、このように分割されていることが多いです。また、車両前方にキャリパーがついていますが、GTR も車両前方にキャリパーがついていることがわかります。ちなみに、フェラーリは、車両後方にブレーキキャリパーがついていますね。ブレーキの冷却効率はどうやら後方の方がいいようですが、正面衝突した際に、こんな肉厚なブレーキキャリパーが車内に吹き飛んでくるリスクを考えると、車両前方にブレーキキャリパーが装着されていた方が安心ですね。ほとんどの車両では、前側についています。続いて、対向6スポットについてですが、まず、このネイビーがブレーキキャリパーのボディで、稼働できるこの部品がピストンとします。ピストンの個数に応じて、6ポットや4ポットと言います。そして、両側からピストンで押し込んでいる場合は、対向タイプと呼ばれます。普通車であれば、コストを抑えるために、不動型の1ポットであることが多いです。分解した実物はこんな感じで、この円チューブにピストンが入っているわけですね。つまり、
GTR のブレーキは超高性能ということですね。こんなに高性能なら、西湘バイパス前で制動力効かせて、カーブ曲がり切って欲しかった。相葉さん、攻めすぎだ。詳しくは、概要欄の MF ゴーストを見てみてください。このキャリパーかっこいいので、裏側からも覗いてみました。たまたま分解された状態の GTR がありました。もっと近寄ってみたところ、キャリパーはこの部品にボルトで締結していることがわかりました。ボルト何センチあるんだってぐらい長いですね。ちなみに、こんなにでっかいボルトが使われています。ヤフーオークションで、このブレーキキャリパー売られていましたが、なんと40万円超えていました。これなら、タイヤ外して盗む人も出てきそうですね。やっぱり、タイヤ盗むやつはいるみたい。ただ、ブレーキキャリパーだけはついたままになっていますね。タイヤは1つあたり30万円ほどするので、タイヤを盗むと120万円の損失。ブレーキキャリパーも盗まれてしまっていたら、320万以上の損失になりますね。日産のオートが購入できてしまいますね。これが、ドライブシャフトですね。エンジンからの動力を伝えるためのシャフトです。そして、すぐそばに見えるこの青い部品は、2024年モデル以降で新たに採用された電子制御ショックアブソーバーで、G センサーの検出感度を向上させて、振動の減衰力を緻密に調整できるようになったようです。その減衰力は内装中央にあるこちらのスイッチを操作することによって、ドライバーが調整することができます。ノーマルモードとコンフォートブルモード、R モードの3種類のモードがあるようです。R モードにすると、減衰力が固定され、やや固めの乗り心地になるようですね。その代わり、路面からのフィードバックがよりダイレクトに感じられるため、車両の挙動をより細かくコントロールできるようになるようです。スバルの BRZ に試乗した時も似たような感覚になった気がしますね。そして、外装に戻ると、タイヤすぐ後ろには、GTR のエンブレム付きの加速がついていることがわかります。スリットも設けられていて、タイヤ後方から流れるようになっていますね。何気なく付けられている加速ですが、空気抵抗を増やさないように、ボディ側面よりも内側にうまく配置していることがわかりました。そして、リアを見てみると、ボディの分割線がほとんど見られず、あまりごちゃごちゃした感じがないですね。ちなみに、給油口は運転席側についていました。サイドロアを見てみると、ツヤありのブラック塗装されたパーツが装着されていて、引き締まったデザインに見えました。思ったほど目立たないので、すっきりした見た目でした。リアタイヤにもフロントと同じブレーキキャリパーがついていました。ただ、タイヤのサイズは、フロントとリアで異なっていて、リアタイヤの方が、タイヤ幅が太くなっていて、フロントタイヤ幅は 225mm、リアタイヤ幅は 285mm になっていました。フェアレディズも、一部の仕様で同じようなタイヤ幅になっていますが、タイヤ幅が増えるとタイヤのグリップ力が強化されます。こちらの動画は、GTR のニスモとテスラのモデル X プレードとのドラッグレースの様子ですが、ファーストテイクのドラッグレースでは、GTR のタイヤがやや空転してしまい、スタートダッシュで出遅れてしまっていますね。そして、2回目のドラッグレースですが、タイヤをうまくグリップさせ、スタートダッシュに成功していますね。まあ何を言いたかったかというと、走行する上で少しコツがいる車で、文字通り、乗りこなさないと、GTR に遊ばれてしまいます。また、リアタイヤの方がタイヤ幅が大きいと、コーナリング時にフロントタイヤが滑りやすくなってしまって、アンダーステアが発生しやすくなるようですね。このレベルになると、レースでそれなりにスピードを出さないと感じれないかもしれませんが、電気自動車テスラ、最高速までの加速がすごいですね。2025年モデルの GTR で対決したら、どちらが勝つのでしょうかね。そして、今お話しした通り、タイヤと路面をいかに接触させるかが重要なんですが、2024年モデル以降では、リアウィングの形状を変更していて、リアウィングを横から見ると、このようになっていますが、従来に比べて、リアウィングの位置を車両後方に移動させ、効果的にダウンフォースを発生させるようにしているようです。こちらが最新のリアウィングの圧力分布ですが、青い部分が圧力が小さくなっているので、上から下にリアウィングが押されて、車両後方が沈み込むわけですね。グリップ力が増して、より速くなりそうですね。そして、やはり、リアコンビネーションランプはいつ見てもかっこいいですね。もし新しく GTR が出るとしても、このリアランプは絶対に継承してほしいです。
ハイマウントストップランプは、リアウィングに内蔵されています。ちゃんとソナーもついてるので、バックしてぶつける心配もないですね。GTR のエンブレム、かっこよすぎる。そして、リアロアを見てみると、中央にはリアフォグランプが搭載されていますね。そういえば、この形、スープラでも見かけたなぁ。スープラの詳細はこちらの動画でも紹介しています。そして、富士坪製チタン合金製マフラーが4つも装着されています。マフラー端末が焼き加工されているので、チタン独特の繊細な青色が再現されていますね。使用すれば使用するほど、マフラーの色の深みが出てきそうですね。あれ、ここにもひっそり、ハニカムパターンがありましたね。マフラー部も別で展示されていたので、見てみたんですが、あえて、この部分を二股にすることによって、飛行機のようなジェットサウンドを生み出せるようにしているようです。飛行機用のジェットエンジンを参考にしたみたいです。マフラーということで音をできる限り小さくするために、消音材が入っていますね。パッと見た感じ、ガラス繊維だと思われますね。生で見たのは初めてでしたが、結構詰まっていますね。この消音材をすべて取り除いたら、とんでもない爆音が鳴り響きそうですね。ひとまず、ただの飾りで4つも排気口を設けていないことがよくわかりました。それでは、2025年モデルから新たに設定された専用特別内装色、ブルーヘブンを見ていきましょう。では、運転席のドアの内装から見ていきます。ブルーヘブンで色付けられた部分は、触った感覚としては合成皮革が用いられていると思います。また、白いステッチが設定されていて、ブルーヘブンの内装色よりも目立たせないような見た目になっていました。ドアアームレストですが、名色の合皮なので、使い込んでいくとどうなるのか気になりますね。車内全体を見てみると、このような見た目になっていました。ブルーヘブンの内装色が名色なので、車内全体が明るく見えますね。神奈川県の湘南をイメージして、内装をブルーにしたんでしょうかね。では、まず、シートから見ていくと、ヘッドレストとシートは一体になっていまして、シームレスな美しい見栄えになっていました。シート側部には、パーフォレーション加工が施されていて、ブルーヘブンの内装色が設定されています。近づいて見てみると、全部同じ青色ではなくて、暗い青色と明るい青色をうまく配色させることによって、陰影感を表現していることがわかりました。運転席側はパワーシートになっているので、電動でシートの位置を変えることができるようになっていました。カーペットの毛先が長くて、土足厳禁にしたくなるようなペダル周りでした。純正の状態で、アルミプレートがペダルについていますね。一瞬マニュアルかと思いましたが、GTR はオートマ車です。カーペットやスカッププレート部には、GTR のエンブレムがついていました。メーターやステアリング周りを見てみましたが、ステアリングの上部と下部には、ブルーヘブンが設定されていました。Dスペックなどでもステアリングは同様の配色を知っていたので、メーターは、ところどころディスプレイになっていました。このまま運転したいなぁ。続いて、コンソール周りを見ていきたいと思います。胸よりも下の部分にブルーヘブンを多く配色させていますね。夜中に運転した時、どういう風に見るのか気になりますね。シフトレバーですが、このようにして持つのはあまり慣れていないので、私もいずれスポーツカー購入して、もっと熱く語りたいです。コンソール上部には CFRP の加色が非常に多く用いられています。カップホルダーは蛇腹式のカバーで隠すことができるようになっていました。コンソールの上面もブルーヘブンが設定されています。電源ソケットと USB 端子が見つけられました。助手席側からも見てみましょう。ドア開けた瞬間に、足元の GTR のエンブレムが見れて幸せでしたよ。助手席側からだとブルーヘブンのエリアが運転席側よりも広く見えますね。助手席側のドアの内装をこのようになっていました。ほとんど運転席と同じなんですけど、先ほど紹介できなかった部位を触ってみました。この部分だけはステッチが青色白くなっていませんね。結構細部までブルーヘブンの設定されているところを見てきましたが、皆さんはこのブルーヘブンという内装色は好みでしょうか？正直私は Tスペックに惹かれすぎてしまっていて、ちょっと違和感の感じる配色ではありますが、実際に皆さんがこの内装を見てどう感じるのかは、ぜひ知りたいので、コメント欄で感想を教えてくださいね。ちなみにですが、この GTR は Bose 製のスピーカーを積んでいました。先ほどスカーフプレートとフロアマットに関しては、遠目で見づらかったと思うので、より近づいてた時の映像をお見せします。ちなみに、このフロアマットは12万円ぐらいするみたいです。では、これからリアシートを見てみます。シート側部に設定されているレバーを持ち上げると、シートが前に倒れます。
パワーシートなので、フロントシートについたダイヤルを操作して、シートを前に移動させると、リアシートに座ることができます。正直足元スペースはあまり広くはないんですけれども、GTR に乗るなら、我慢できますよね。コンソールはフロント側からリアまで一体で作られていて、中央にひっそり1個だけカップホルダーが設定されていました。シートベルトも見てみたんですけれども、こんな複雑なシートベルトは初めて見ました。ベルトをガイドしていたこの部品、きっとこれないとシートベルトかけるときに手が届かないんでしょうね。シートベルトよりも、シートや外装に力を入れて、作り込んでいることが伺えました。GTR には、オペラガラスも設定されていて、コンビニフックもついていました。オペラガラスのところには、ひっそりテレビアンテナみたいなものもついていますね。ルーフはブラックになっていて、ノイズキャンセラーのマイクが前と後ろに一つずつついていました。いかがでしたでしょうか ?2025 年モデルが発売されて、抽選に落ちてしまった人は残念ですが、排ガス規制のことを考えると、もうこのガソリン車を購入できる機会は限られてきていると思います。購入希望の人は、あと5年以内には購入したいですね。私も購入できるように頑張ります。それでは、また。